夢の旧作陸田老巡査はふと立ち止まって足元を見た黄色い格闘の光の輪の中に何やらきらりと金色に光るものが落ちていたからであった老巡査は格闘を地べたに置いた街灯の頭巾を外して しんかんと静まり返っている別荘地帯の真夜中の気配に耳を澄ましたがやがて手袋のまま街灯の内ポケットを探っておぼつかない手つきで老眼鏡をかけながらよく見るとそれは金口のまきたばこの吸い差しを細かい銅線の切れ端の折れ曲がりに挟んで根元まで吸い上げた残りであったそこいらに少しばかり灰が散らばっているところを見ると つい今しがた投げ捨てられたものらしかったがしかし火は完全に消えていた大方、冷たい大地の湿気を吸ったものであろう六田巡査はいくらか失望したらしく力ない手つきで眼鏡を外したそうして心配なことはないと心の中でつぶやきながらもう一度そこいらの暗闇を見回したが なおも念のためにその吸い殻を泥靴でゴシゴシと踏みにじって火の毛がないことを確かめてから老眼鏡を元どおりに街灯の頭巾を頭の上に引き上げるとまたも格闘を取り上げながらポツリポツリと歩きだした少し眠くなりながら彼はこうしてくカラットのダイヤモンドにも勝る素晴らしい幸運を 踏みにじっっっていたたのであった金口のタバコをそんな風にして吸う人間がどんな種類の人間であるか考えたならばそうしてそんな種類の人間がこのような真夜中の別荘地帯にむやみに来るものか来ないものかをその時にちょっと考えてみただけでも彼の一生涯の行軍を取り返すはずであったのに。 もう50を越していながらまだ部長にもなり得ないでいる須田巡査はこうして巡回を続けながらこれぞという功績も過失もなかった平平凡々の彼の巡査障害を何度繰り返して考え直したかわからないのであったこんな仕事は自分に向かないと思ってビクビクしながらも病身の妻と大勢の子供がかわいいばっかりに 思い切って辞職もしえないできた彼の運命の惨めさを幾度涙ぐんだか知れないのであっただから最近に栄転した前所長のお情けで東京郊外の平和な別荘地になっているこの慶村の駐在所に回されると受け持ち区域に住んでいる地名の人々からの付け届けでやっと息がつけるようになったことをどれくらい感謝していたことか。 その巡回の一足一足ごとにこの地域に事なかれかしとどんなに誠意を込めて祈ったことかそうしてまたそれが泥棒を一つ捕まえた経験のない無能な彼の心からのただ一筋の悲しい願いでなければならぬことを彼自身に何度自覚したことか ししかだじゅんさはまだ20歩といかないうちにたったいま踏みつけた奇妙な吸い殻のことをきれいに忘れてしまっていたまん丸い背中をいっそう丸くして街灯の頭巾を深々と引き下ろして薄暗い格闘の光の中にどこまでもどこまでも続くコンクリート壁やレンガ塀や生け垣の枝をとぼとぼと歩いていった 寒い寒い星の夜であったその明る朝であった彼の踏みにじっていった幸運がそれだけの悪運となって彼の頭上に落ちかかってきたのは彼の受け持ち区域内でも屈指の富豪と目指されている倉川男爵家の別邸に2人組の強盗が入って 若い美しい婦人と駒遣いを考殺し一人の書生に重傷を負わせ婦人所有の貴金属宝石類と現金204円を奪い取って逃走したことが夜明けまで震えていた台所女中によって文書まで報告されたそうしてその強行の推定時刻が彼の巡回時刻とぴったり一致したのであった 電話で「巡回中異常はなかったか?」と尋ねられた時に何の気もなく「はい」と答えた彼はすぐに経駐在所から一理ばかり隔たった経文書に呼びつけられて居残っていた法学士の文書長から目の玉の飛び出るほど叱責されなければならなかったそうして見舞いに行くには及ばぬ 君のような人間が現状に立ち会ったとて役に立つものじゃない留守をして電話でも聞いていたまえと小遣いの面前で罵倒されたのであった所長以下の全員が出動した後でがらんとした部屋の真ん中の大火鉢に椅子を寄せてかがまり込んだ六田巡査はその青ざめた顔に幾度も幾度も涙を流した。 そうして電話がかかるたんびに水っ鼻をすすり上げすすり上げ立ち上がっていたがその電話を本所に取り付いているうちに遭難した倉川家の若い男爵は旧友の亡国大使を神戸に出迎えに行った留守中であったこと犯人はどちらも黒装束に覆面をした専門の強盗らしかったこと倉川家の裏手のコンクリート塀を乗り越える時に電話線を切断していたこと ンガロー風の2階の窓ガラスを切ってねじ止めを外して忍び入ったこと夫人と駒遣いは眠ったままの位置で絞殺されていたこと重傷を負わされた書生がまもなく死亡したこと物置に隠れて震えていた台所女中が夜の明けるのを待ってお隣から文書に電話をかけたことその他は一切不明。 といったた。ような事実が判明してきた彼は非常招集を受けた巡査たちが自宅から直接に現場へ行く姿を真っ白な下野野原と一緒に思い浮かべたそしてそんな連中が無能な自分を恨んだり冷笑している顔つきまで想像してみたそれから事件が万一迷宮に入った場合に 当然自分に落ちかかってくるであろう運命について繰り返し繰り返し考えてみたがしかしそれはいくら考え直しても分かりきったことであった陸田巡査はポケットから菜玉メギセルを出して粉たばこを一服吸いつけた思い諦めた投げやりのような気持ちでふーっと煙を吹くうちに思わずむせ返ってゴ本ン本と咳をしたが それにしてもこの際くれぐれも残念なことは自分の受け持ち区域でありながら被害者のうちに見舞いに行けないことであったいつも彼の老体に同情していろいろと問い慰めた上に「主人が留守がちですからどうぞよろしく」と言って十分に心づけをしてくれたあの美しい奥さんの霊前に誰よりも先に駆けつけて心からのお詫びの黙祷がささげたかった。 そしてできることならば新しい手がかりの一つか半分でいい心安い台所女中の口からなりと引き出して所長の機嫌を取り直したい当座の譜面木を取り繕いたいとしばらくの間そればっかりを気にして考え直していたがしかしそれとても今となっては力を呼ばないことであった。彼はこうして、 誰を恨む力もなくなった彼自身の姿を灰になりかけた火鉢の縁に発見したのであったそうして彼の目の底にうごめくものは結局痩せ衰えた彼の妻とその周りを飛び回ったりはい回ったりしている子供たちの姿ばかりになってしまった彼はそうした幻影を見舞いとしてしっかりと目を閉じたすると 最前からたまっていた生ぬるい涙がポタポタと火鉢の灰の中に落ちたその一粒が消えかかった炭火の上に落ちたらしくチューチューと音を立てたがその音を聞いているうちにまたも新しい涙が湧き出してくるのを彼はどうすることもできなかったそんなことを考え回しているうちにいつの間にか時間がたったらしい。 彼の背後の柱時計が夢のように一時を打つと間もなく非常線に出ていた同僚の23名がバタバタと帰ってきた「うあ眠い眠い」眠いくらい言ったって新米の所長はダメじゃよ第一非常線からして手遅れじゃないか青年会謎出したって何の足しになるものか まあ、そう言うなよ。おかげで無駄骨折りが助かるじゃないか。指紋もないそうですね。ああ、今頃は奴ら千里向こうで昼寝してケツかるんじゃろう。<laughs> うまくやりおった。そういううちに古参の彼がいることに気がつくと慌てて敬礼をしいしい。体験を外したが。 そのまま命め名いめいの椅子についてひっそりと口をつぐんでしまった彼らは陸田巡査が最前所長から叱られたことを知っているらしかった陸田巡査はもう現場の模様を聞いてみる勇気さえなかったただ無能の標本見たように火鉢の淵にさらし物にされている自分自身を顧みて力なくうなだれるばかりであった それからちょうど満1年たった陸田巡査は予想通り年度替わりでクビになったがそれでももらえるだけのものはもらったのでそれを頼りにいろいろと縁故をたどって運動した結果2ヶ月ばかり前から市外の製作工場の門芸に雇われていた無論傍給は安いし夜勤もあるにはあったが しかしほとんど門番と受付を兼ねたような単純な仕事であった上に巡回の区域が非常に狭かったので肥満した六田老人にとってはかえって極楽のような気がしたのであった彼は毎日正午の時間になると会社の事務室に来て新聞の続き物を読むのが何よりの楽しみになったビクビクと縮こまったまんま何の華やかさもない生涯を送ってきた彼は その小説や講談の中に出てくる気の毒な哀れな運命の持ち主に満行の同情を寄せると同時にそんな人々が正義の力によって救われていく道筋を自分のことのように力こぶを入れて読み続けた。ことに世の中の下積みになったおとなしい人間が思いがけない幸運に出会ったりお上からご褒美をいただいたりする場面にぶつかると彼は 人に気づかれるのを恐れるかのようにそっと眼鏡を拭いながら二度も三度も繰り返し読み直しては人知れずため息をするのであったところがそのうちつい二三日前のことふと目についた社会面の大見出しを何心なく見直してみると彼は思わずときんとして老眼鏡をかけ直した 就職運動に追われているうちに忘れるともなく忘れていたけれどももうとっくの昔に捕まっているものとばかり思っていた1年前の慶村の強盗殺人犯が2人ともまだ捕まっていないばかりでなくますます凶暴をたくましくしているのであった倉川家の幸福とともに彼の運命までも蹂躙し去った2人組の黒装束は 若い倉川男爵が涙のうちに大枚3,000円の懸賞金を投げ出して復讐を誓ったにもかかわらずそのあと3回までも東京郊外を荒らし回って警視庁の無能を思う存分に嘲笑したのであったその晩役しばらく消息を絶っていたがこの頃になってずっと飛んで大阪地方に貸しを変えたらしい。 やはりな住宅地が専門らしく、すでに2件ほど同じ2人連れの黒装束に襲われていて1件のうちでは御家さんが考殺されもう1件のうちでは留守番の男が前びたを切り割られていた新聞はまたも思い出したように当局の無能を鳴らし始めていたそうして1年前の慶村の惨劇を振り出しにした か彼らの戦立すべき凶暴な手口をほとんど称賛せんばかりに書き立てているのであった陸田老人はほとんど新聞の反面を覆っているその長々しい大記事を読んでいるうちにもう息もつかれないくらいにたたきつけられてしまった「もうたくさんだ」「もうたくさんだ」と叫んで逃げ出したい気持ちになりながらも 息も疲れぬ心苦しさに引きつけられて読んでいる彼を「これでもかこれでもか」と押さえつけるように春裂を極めた筆つきで今までの事件の記録が繰り返されてあったそうして最後にこれらの数件の犯罪はその手がかりの絶無なところから逃走の迅速な点に至るまで在来の日本の警察能力をはるかに卓越しかつ これを冷笑しているるる。ものと見るべきであるかかる残忍大胆なる犯行を防止しえない警察当局はそもそも責任をどこに持っていこうと思っているのかといったような激烈な論調で結んでいるのであった陸田老人は病人のように青ざめたまま事務室をよろめき出た事件後間もないある夕方のこと 小雨の降る中を人知れず倉川家の門前に行って心からおわびをした時と同じ気持ちになりながらそうして今となっては同じようなおわびをいくら繰り返しても追いつかなくなった彼自身の無能な立場に気づきながら陸田老人はそれ以来事務室へ新聞を読みに行かなくなった。 五つ六つ読みかけている続きものの講談がたまらなく気にかかるにはかかったがしかしその間にまたもや挟まれているかもしれない2人組の黒装束の記事のことを考えると二の足を踏まずにはいられないのであった彼は今日も新聞を読みに行きたいのをじっと我慢しし門芸の部屋に腰をかけながらぼんやりと火鉢に当たっていた。 お天気がいいので急に増えてきたハエが23匹ブルンブルンと這い回っている汚れたガラス戸を見つめていた門の前の空き地の向こうには大きな S 製薬会社のコンクリート壁が切ったっていてルンペンが3人ほど寄りかかっていたそこは日当たりがいいし交番から遠くもあったのでいつも1人か2人のルンペンがいないことはなかった その姿を見ると彼はいつも自分の境遇に引き比べてはかない優越感を感じながら心持ちだけ救われたようなため息をするのであった今も陸奥田老人はそうした気持ちで何気なくそんなルンペンたちを眺めていたのであったがその真ん中の一人が妙な手つきをしてタバコを吸っているのに気がつくと陸奥田老人はその青白く曇った目を急にギョロギョロと回転させた。 慌ててポケットを買い探りながら老眼鏡をかけたずっと前から度が弱くなっていた古い鉄縁の老眼鏡はちょうどそこいらに焦点が合うらしくそのヒゲだらけのルンペンの口元がよく分かったそのルンペンはよく新聞や雑誌に出てくる外国の大政治家のように早朝な目つきをした堂々たるヒゲ男であったが どこか底入れの道端から引き抜いてきたらしい細い草の茎を折り曲げた間に短い金口のタバコを挟んでさも大切そうに吸っているのであった陸田老人は思い出したちょうど1年前に巡回したあの寒い真夜中の出来事を自分が踏みつぶした金口タバコの水差しの形をそうして 死んだ倉川夫人の白い美しい笑顔を睦田老人は思わず椅子から腰を浮かしながら黒いめ襟のフックをかけ直したそれは肥満した彼が事件で出動するたびごとにいつも繰り返した昔の癖であったが門芸の部屋から出てくる制服制覇の彼を見ると ルンペンの中の2人は追い払われるのかと思ったらしく逃げ腰になったしかし真ん中のひげ男だけはなおもグチたばこに気を取られているらしく片目をつぶって唇を横筋いにシーシープカプカと紫色の煙を吸い味わっていた陸田老人はわざとニコニコしながらその前に近づいていった 今朝職工長からもらったカメリアの袋の中から3本を抜き出して手のひらの上にのせながら彼のそうした態度を見ると3人のルンペンが急に帽子に手をかけてひょこひょことお辞儀をした睦田老人は一世一代の名探偵になったような気持ちがした心安そうに3人の間に並んで壁に寄りかかりながら できるだけ巡査区長を出さないように話しかけた地面に捨てられた金口のたばこを刺しながら「こんな金口はどこから拾ってくるのかねこれけ」とヒゲ男は破れたゴム靴の片足でそのたばこを踏みつけながら答えた「こらがり場から拾っていくんだ」 別荘長だらげえの落ちてるってけんだ。おら言ったごどねえひげ男は腹からのルンペンらしく彼ら特有のツっケンドンな早口で彼ら特有の階級を無視したルンペン号を語った巡査時代にルンペンを取り調べた経験を持っている陸田老人でなかったら到底聞き分けることが不可能であったろう六田老人は。 なんとなく胸の躍るのを禁ずることができなかったうーん君たちの仲間でわざわざ別荘地へ金口を拾いに行くものがあるかね一個た一件どそんなやつらでけえ荒稼ぎだこっからおとなしいもんだへッへ 男は黄色い健康な歯をむき出しながら工場の上の青空を凝視した陸田老人は強いてニコニコ顔を作ろうと努力したができなかった顔面の筋肉がこわばってしまって変な泣き顔を見たようなものになってしまったことを意識したうーん荒稼ぎというと泥棒でもやるのかね なんだってすら、本職に雇われて見張りでもすら、10日ぐれ極楽だ。とっ捕まっても豚箱だがんだ。うーん。中には、本職に出世する者も,もいるだろうな。たまにはいるさ。去年まで一緒に稼いだ短州なんざ、品川の甘っぺひかして神戸へ飛んだっちくらいだ。 何,何という神戸へ陸奥老人の声が突然にしゃがれたので三人のルンペンたちが妙な顔をして振り向いた陸奥田老人は慌てて顔をなで回したがその時に自分の額がじっとりと汗ばんでいるのに気がついた彼はわざとらしいせき払いを一つしたうん。 えらい出世をしたもんだな。ああ。野郎、もとっから本職だったかもしんねって、みんなせい言ってっけんど。いつも仕事をぶったくりやがったくせに、挨拶もしねえで消えちまった罰当たりだ。今にきっと捕まるに決まったら。おん。ひどいやつだな。 蘭六ってやつは。ってやつでさつかまったらけいさつで半殺しにされるんでしょうねえ旦那そうともかぎらないが人を殺したら死刑になるだろううんうんまっぴらだあぶねえ思いするよりこのほうがらくだねえ旦那 そうともそうともしかしその男単六とかいう男はひげ、ね、男は返事をしなかったびっくりしたように目をまん丸く見開いて陸奥田老人の顔を見たがたちまち首をキュッと縮めて目をしっかりと閉じて 長い舌をペロリとひげの間から出したと思うと一瞬間に元の表情に返って目をむき出しながら「へへへへへっへ」と卑しい笑い方をしたそんな表情を見たことのない陸奥田老人は思わずゾッとさせられたしかし一生懸命に注意力を緊張させていたおかげで その表情の意味だけは分かりすぎるくらいであったそうして我知らずカーっと上気したままひげ男の笑い顔を穴の開くほど凝視したのであったそれから10分とたたないうちにたった1通話の市外電話を受け取った警視庁はがぜんとして極度の緊張ぶりを示したすぐに刑事を製作所に走らして まだ日向ぼっこををしているるの男すと同時に六田老人を召喚して立ち会わせながら厳重な取り調べを行う一方に別の刑事を飛ばして品川の女郎屋をしらみつぶしに調べ上げるとひげ男の話した通りの人相の男が昨年の暮れに火かした女の写真が手に入った。とその夜のうちに2人の敏腕な刑事が 髭をそらして変装させたルンペンと女の写真を持って大阪に急行したのであったそれからちょうど2週間目の夕刊には東京大阪とも同時に2人組の強盗が捕まったことを特別見出しで報道した最も,っとも京阪地方の新聞の大多数は犯人の足が意外なところからついたように書き立てていたつまり 被害者のうちには申し合わせたように SS 式軽油ストーブがあったところからもしやと思って京阪神地方の暖房具店を調査すると果たせるかな東京から改装してきた写真の女が開いている軽油ストーブ店が三宮で発見されると同時にその店の主人と雇い男が犯人に相違ないことが判明したものである。しかも、 これを白昼に襲撃して一挙に三人を逮捕することができたのは何と言っても当局の意向であると極力称賛しているのであったがこれに対して東京の新聞は申し合わせたように事件の主君者たる六田老人のことばかりを主として堂々たる写真入りで掲載していたので両方の新聞を読んだ人は思わずびくしょうさせられたのであった。 警視庁に呼び出された武田元巡査は総監以下各係長新聞社員等の立ち会いの上で倉川男爵の手から三千円の懸賞金を授けられたが七つ下がりの紋付きばかまをつけた彼はほとんど歩く力もないくらい青ざめていたそれでもかろうじて床の上を前の方によろめき出ながら男爵の感謝の言葉を受けるには受けたが同時に 自分の失敗の代償として怠慢のお金を受け取る心苦しさを言おうとして言えなかった彼は顔の筋肉をひくひくと引きずらせながら涙をだらだらと流して男爵の顔を見上げたそしてとうとうお礼の言葉さえ言えないまま唇を二三度震わしただけでおぼつかない回れ右をして引き下がろうとするとその時に立ち会っていた創刊が 自分の手で渡すべく準備していた金一封を取り上げてまだありますぞと呼び止めたその声と同時にだろう老人はすとんと尻餅をついて気絶してしまった。